こんばんは、こんばんは。はいはい、皆さんこんばんは。やっほー、お疲れ様ドス、お疲れ様ドス。あれですね、メールのやつですよね。それ間違えてない、打っちゃったからそのままにしておきました。ドス、そうですって打とうと思ったらドスになっちゃったから、なんか面白いって思ってそのままにしました。こんばんは。いや、全然京都に行きたいから、京都弁すら知らないし、全然そういうわけじゃなかったです。普通にドスってただ打っちゃっただけ。こんばんは。髪切ったのかと思った。来てないですよ、来てないですよ。私は今もう髪の毛もう伸ばしたい気なんで、今すごい、この間からもう髪の毛伸ばしたくてしょうがない時期に今入ってるから、当分の間はねちょっと切らないと思われます。もう結構な長さまで伸ばしたい気持ちで今すごい。急にそんな気持ちがやってきてるんですよ。だから逆に急にもうめちゃめちゃ切りたいってなる可能性もあるんですけど。こんばんは。だけどね、まあ今のところ、でも結構時間かかるんじゃないかなって思ってて、意外と自分では伸びたなって思ったんですけど、画像とか映像で見たら、巻いたりしたら結構やっぱ短く見えるから、本当にこの辺ぐらいに見えちゃうから、結構伸ばすの時間かかるんじゃないかなってちょっと思っているんだよね。その間にでももしかしたら切るかもしれないですけど。こんばんは。やすべーさん、ひだりんハットさん、ラブリー48さん、あきぽんさん、ありがとう。こんばんは。お話し会 OK もらったんですけど、家じゃないとこでやってると言われました。なるほど、すごい。お話し会 OK、 家じゃないところか。難しいですね、家じゃないところってみんなどこでやってる。外だったらみんな大体車だもんな。あ、車ないもん。あ、車でやったらどうですか。車もしあったら、お家の車があれば、車か、まあ恥ずかしくなかったら普通にね、誰もいないところ、誰もいなさそうなところを、来なさそうなところを探して、車か秘密基地。秘密基地どこやねん。こんばんは。例えお話し会ありがとう、ありがとう。おととい、でもまあそうですね、どこがいいんだろうね。でも枚数的にそんなないならあんまり気にならないと思うんですけど。
ばんは。まあいろんなね場所からお話し会ってやってる方いますけど、こんばんは。外暑そう、うん、みんな暑そう、本当に本当に暑そうにしてる。カラオケ？カラオケもいますよ。なんか時々カラオケで誰か、多分誰かと一緒にいるんでしょうね、多分そのカラオケに誰か友達と一緒に、なんかその友達となんか笑いながらなんかお話し会え、私ちょっと仲間外れにされてますかみたいなお話し会もあった。つながってますけど、え、私仲間外れにされてますかみたいな、なんかいろんなタイプのお話し会があります。こんばんは。そう、なんかさ、なんだろうな、なんかすごい見捨てられてる感っていうか私つながってるんですけど、え、私あれみたいな、意外とそういうなんか誰かと話しながらみたいな人とかもいたりします。こんばんは。放置される、なんかそんな感じあの全然全く見向きもしないみたいな感じではないですけど、あ、そう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 、なんかついで感みたいな、何かのついで感みたいな。そうなんですよ、いろんな人がそういるんだなっていうね感じです。こんばんは。お母さんに推し見せたらあやぱんのこと、この子かわいいねって言ってましたよ。お母さん、お母さんありがとう。お母さん本当に言ってくれたのきっとそれもしかして多分あれだな、一番良さげなやつを見せたんでしょ多分一番良さげななんか写真。ありがとうお母さん、それでもそれでもいい、それでもいいんだ、ありがとうお母さん、ありがとう、拍手。なんかあれなんだね、推しメンとかそういうなんかすごいですね何？ひなたさんはじめまして、ありがとう、こんばんは。
お母さん、うちの母も書いてる。え、本当ですか？やったきっとでも本当に良さげなやつ見せてるんだろうな。ちなみにあれです、え、ちなみにさ、皆さんってなんか推しメンをスマホの画像画面壁紙とかそのロック画面とかにする派ですか？あとなんかアイコンとか LINE のアイコンとか。こんばんは。あ、そうそう、待ち受け画面とか。へー、半々ぐらいじゃない？してる人としてない人と。してる。へー、推しが壁紙用にしなさいと言ったので従っております。あー、なるほどね。しなさいって言われたの買った時のまま。か、じゃあ私もしてください今までずっとやらなかったけど最近フェアパンにした。上、嬉しい。なんか私のメール取ってくれてる方とかはなんか良さげなやつをメールの写真良さげなやつをあの待ち受けにしてください。圧かけないと。待ち受けにしてください。待ち受けにしてくださいまあでもその待ち受けにしたところでそれは私が見れるっていうのは見ることはできないですけど、多分でもお話し会とかじゃない、お話し会でも見れるのかちょっと分かんないけど、そうだからなんかさ何皆さんがどの写真を壁紙にしてるの待ち受けにそのしてるのかっていうのがその見せてくれたら分かるじゃないですか。あ、こういう写真が好きなんだなとかっていうのが分かるじゃないですか。こんばんは。あ、画面やっぱ見せれないんだ、お話し会は。うーん、あー、見せられないんですね。なるほど。じゃあ見る機会はないですわ。見る機会はないですわ皆さんのでもまあしてくださいしてください情報収集したいね。そう、皆さんどういう写真が
好きなんだろう、好きっていうかお気に入りにしてくれたんだろうって思うんだよね。スマホは予測できないものが表示されちゃう。確かにね。そっか、だからスマホは確かにそうですね。なんか急になんかちょっとあれみたいな感じになっちゃったら危ないよね。なんか違うやつ映ったみたいな。こんばんは。壁に貼る？ああなるほどね。ああいいですね。なんかさ、お気に入りのあの写真を、私の写真をあのなんか印刷みたいなして後ろに貼って、ちょっとそれは手間だね。ちょっとそれは手間だ。まあでも壁紙とかにねしてくれたら嬉しいですね。こんばんは。そこまでは面倒かもしれないで、あ、そうですよね。そこまでは面倒ですよね。それは面倒。私も思った。それはちょっと面倒。こんばんは。それはちょっと面倒です。アイスさん、はじめまして。はじめまして。電車で隣に座ってる人の携帯が自分の写真やったらとかってシチュエーションはなかったん？え、どういうこと？電車で隣に座ってる人の携帯が自分の写真？あー、自分の写真、え、そんなんあるわけないじゃないですか。こんばんは。そんなことがあったならば奇跡ですよ、それは。たださん、はじめまして。はじめまして。だってさ、じゃあってことは、じゃあその方は私の、え、だから推しメンかどうかわからないけど、知ってて、もしかしたらファンの人かもしれないっていうことでしょ？それは絶対ない。そんなこと絶対ない。うん、絶対ないと思う。だとしたら多分その人気づいてると思うし。こんばんは。広島、まあでも確かに広島は結構ね、私ファンの方何回か見かけたことあるんですよ。広島で意外と狭いなって思う。マスクしてるから気づくんじゃないって、いや、そう思うじゃないですか。全然わかる。全然わかる。
そう。まあね。なかなかそんなことはでもないですけど。うん、なかなかない。ハロー、ハロー。その時はヤパンから声をかけてください。無理です、無理ですよ。私さ、あれなんですよね、あのなんか毎度スペイベの時とか思うけど、なんかファンの方と近い距離じゃないですか、スペイベとかって。なんかそうなるとなんか人格が変わるっていうか、なんかあのなんか何を、いつもは普通にオンラインとかでは普通に話せるのに、なんか急になんか人見知りが出ちゃうっていうか、そう、わかります。なんかオンラインだから、オンラインではいつも話してるからオンラインでは話せるけど、なんか急にそうなってしまったなら、あのリアルお話し会とかも大丈夫なんですよ。なんかそういう場だから、お話しする場だから、そういうのも全然大丈夫だけど、あのスペイベってあの距離が、あのなんか近すぎて、なんかあのすごい急にそう人見知りスイッチ入るっていうか、そうなんです。こんばんは。なんなんだろうね、なんかそれはちょっとね、不思議、不思議な感じ。はじめまして。いや、うん、1対1なら話せるんじゃない。いやー、どうだろう。どうだろうね。わかんないです。わかんないです、それは。なのでちょっと、はい、それはちょっと難しい、それちょっと難しいでございますね。最近私あのちょっとこれはね、あんまり良くないことなんですけど、私髪の毛、前髪をこう分けてから、真ん中でね、真ん中で分けてるんですけど、分けてからあのこう普段生活してたらね、短い
この前髪短いじゃん、長い前髪がちょこちょここうでこうこっからこっちに流れて出てくる時あるんですよ。だからなんか目がなんかもうかゆいってなってピュンみたいなやったりするんですけど、なんか最近もうさ分けるのがめんどくさくなっちゃって、こう1本2本とかこうブチって抜いちゃうんだよね。もうこの長いやつはもう分けてもまたもう一回こっち来るかも、抜いちゃう抜いちゃえみたいな。だからこうやって抜いてるの最近。そう、あ、昨日とかもレッスンあった時にもうなんか長いのもいいかも。抜いた、めっちゃ。そう、ダメなんですけどね。でもさ切ったらさ増えるじゃないですか、前髪が増えちゃうじゃん。そんな1本ぐらいでそのバーって増えるわけじゃないけど、そう、でもその短いやつでもこうどんどん切っていくうちにそれが前髪になっていくから、それを続けてたらどんどん前髪が増えていくわけですよね。そう、それがそれの積み重ねによって前髪がどんどん増えてきたらもうそれは大変なことじゃないですか。どんだけ前髪増えることに恐れてるのって感じだけど、そう、だからもうそうなるんだったらもう抜いちゃおうって感じで。そう、でもこれは良くないからちょっとね本当にやめないといけない。だからもう本当に長い髪の毛が出てこないようにもうちゃんとピンで留めて、本当に今留めてないけど今はねちょっと大丈夫なんです。本当にピンで留めとかないと、そう、長いのが出てきた時にそう抜くことになっちゃうから、まあどんな時でもまあね、ピンは留めときたい、留めとくって感じ、留めときたい。そう、ピンで留めないとそうダメですね。そうなんですよ。ちょっと直した方がいいよ。え、だよね。うん、だよね。だよね。そう、切った方がいい。いや、それはそうです。それはそうなんですよ。それはもちろんそうなんですよ。抜くと痛いでしょ。え、全然。だからちょっとね、気をつけたいと思います。巻き巻きさん、炎上さん、トムさん、ちくわドーナツさん、カムカムさん、ポスト883さん、ひろっちさん、まことくん、すすむんさん、クレセイジンさん、あーちゃん、渡辺さん、ありがとう。ギフト、こんばんは。子供の頃髪の毛抜くのハマってた。あ、でもなんかわかるかも。誰しもさなんかそういう時期あるんじゃないかな。なんか私はなんか髪の毛のなんか根元がなんかグニってなってるやつがあって、わかりますか。なんか普通ストレートなんだけど根元だけなんかこうちょっとなんて言うんだ、グニってなってる髪の毛があって、それが気になったら抜いてた。多分これ誰しもあることなんじゃない、わかんないけど。小学生ぐらいの頃とか、キッチンさん、ヤスベーさん、ありがとう。キスト、
自分も小学生の時一時期抜いてたわ。だってあるんだなんて言ってた。ちょっとこれ投票してみようかな。じゃあまあ幼い頃にあの髪の毛を抜く癖があった、1あった、2ない、はい、1あった2ない。ないがめちゃめちゃ多かったらちょっと恥ずかしい。こんばんは。まあいるっちゃいそうだね。なんちゃ投票。確かに。こんばんは。5 4 3 2 1。おお、あ、ほとんどいない。ほとんどない。あのめっちゃ少数派でしたね。めっちゃ少数派でした。 14% の方がまあ抜いていたっていう。すごいね、一部の人で。一部の人だけだった。何か共通点があるんでしょうか。なんか8月生まれとか B 型の人もしかして。B 型の人とかですか、わかんないけど。想像より本当ですか。今考えるとさ、なんかなんでって思うけど。こんばんは。俺は8月生まれの B 型やけど勝手に抜ける。あら、あら、8月生まれの B 型私と一緒じゃないですか。なるほどなるほど。何、昔にあやぱんをあやかって名前で呼んだら怒られるのを未だに覚えてるんだけど理由がわからん。理由覚えてる？覚えてない。全然覚えてないですね。私怒ったの？あーでもなんか怒ったのは怒ったっていうかなんか。あやかって呼ばないでみたいな言った記憶はなんかあるんですけど、でも理由は覚えてない。全然、全然あやかって呼んでも別に今はいいもん別に。昔の私な、何があったんだ。早かって言わないで。あの多分怒ってはないと思うんですけどね、なんかそういう言い方に聞こえたのかな。私は多分怒ることはない
ないから。彩香って呼ばないでよみたいな感じだと思う。あ、全然切れないですよ。全然今全然大丈夫。でもね、私思うんですよ。彩香って呼びたい。いや、なんか思うんだけど、多分文章では皆さん彩香って書くんだけど、コメントとか文章ではそうだけど、お話し会とかでは彩香って絶対言わないって。すごい最近思った。そう、でもなんかさ、でも確かになんか彩香って言われたらちょっと笑っちゃうかもっていう感じ。そう、なんか文章とかならなんかある気がするけど、そうだけど、そうだけどね、なんか急にさ、今までさパンちゃんとかあやぱんってさ呼んでたのに、急にあやかになったらそれはまあ笑っちゃうかも。でもなんか全然何でもいいんですけど。リアルお話し会みんな彩香呼びになったら、でも彩香ってなんか呼びにくくないですか。なんか全然なんか皆さんが言ってるイメージがあんまつかないんですけど。こんばんは。なんか結構さ呼びにくいかなって。呼びやすいですか。あ、そうなの。なんか自分的にはなんか呼びにくそう。いや、さやかちゃんの方が言いやすくない。え、なんかさ話の流れでさやかちゃんって言えるじゃん。わかりますか。なんかさ話しててさやかちゃんって言えるけど、でもあやかちゃんってなんかあやかちゃんのあがなんか言いづらくないですか。あやかのああがこうあっていうこうあってすごい存在感がすごいひらがなじゃないですか。あってさよりさは自然な会話の流れでさって入っていけるけど、あってもう口がもうあの形だからもうあって言いにくくないって思うんですよね。あ、そんなことない。あ、そんなことない。あ、これ自分だけかじゃあ思ってたの。じゃあ全然皆さんの本当にそう思ってんなら全然いいんですけどね。まあ人に、まあそうですね、人にそうよるか。え、私はでもそう思ってましたね、ずっと。そんなことない。あ、そうですか。じゃあ全然本当に全然お好きなように。私はちょっと言いにくいかなって思って。
あ、そんなことないです。愛子ちゃんはなんか言いやすいんだよ。なんでだろうね。何かこれは何か謎な、何かがあるのか。これはだって愛子ちゃんはこの話の会話の流れで愛子ちゃんって言いやすいんです。愛子ちゃん、あやかちゃん、あいこちゃん、あやかちゃん、あいこちゃん、あや、あ、わかった、わかったよ。多分ですけど、あいこちゃんってもうあいこちゃんなんです。わかる、わかる。こう何、言葉を発するときにこう愛子ちゃんってなる。わかる、この愛子ちゃんってだんだん小さくなっていく、この発音、愛子ちゃんって小さくなっていくのに、あやかちゃんはもうずっと一定なの。あやかちゃん、あやかちゃんって小さくならないじゃん。わかる、だから多分そうなんですよ。だからこう私のあやかちゃん多分一定なの。だから多分こう言いづらいんだと思います。そう、アクセント、そう、あいこちゃん、あやかちゃん、ほら、あやかちゃん一定だもん、やっぱり。わかる。さやかちゃん、さやかちゃん、いやさやかちゃんは一定じゃないよ。さやかちゃん、ほら、さやかちゃんはどんどん小さくなっていけるから、あやかちゃんは小さくなっていけないんですよ。さやかちゃんね、ほら、そういうことだったんですよ。うん、こんばんは。あやかちゃんとあやかちゃん同じやん。あと3の違いってことは同じやん。もういいって、もういいって。皆さんの、そうだね、皆さんのさじ加減で、さじ加減です。だからどうしたっていう感じの今話。飽きた？うん、飽きた。もう飽きちゃった。もう飽きちゃったよ。あなたのさじ加減？まあそうですね。ちょっと休憩する？そう、ちょっと休憩しよう。こんばんは。うん、着地点がなかったね。なかった。結局何の時間だね。あの、本当に私のショールームって、あの、何の時間だっていうのがもう時間なんですよ。わかる？だから何の時間だっていうのがもう時間なの、そういう。だから、あの、時間返せとか言わないで。もうその時間なんだから。もう何の時間っていう時間。そう、
考えちゃいかん。メールありがとう。え、メール？ありがとう。時間返してって言われたら、あなたに時間貸した覚えはないと返事しましょう。おおあなたに時間貸した覚えはない。ちゃんこんばんは、こんばんは。今日から夏休みです。お、おめでとうおめでとうございます。借りた、確かに。あなたに時間を借りただね。え、借りた、貸した、借りた？どっちも同じじゃない？わかんない。こんばんは。怖いだって。え、全然怖くないよ。全然怖くない。全然怖くないから大丈夫。さん、届いて嬉しいプレゼントは、もう私プレゼントはね、本当に何でも嬉しいんで、なんかないかな、そういうの。何でも嬉しいです、本当にプレゼントは。こんばんは。何でも何でも。足のサイズ、足のサイズ、足のサイズは24かな。でも24だとなんか結構大きい時とかあって、24か 23.5 かなって感じです。こんばんは。皆さんって足のサイズ何センチですか？うん、確かにメーカーにもよる。28 25 27 26。だいたいそれぐらいか。27とか26とか。30センチの人とかいないんですか？何サイズでも履ける、すごっ、最強、最強やね、それは。そうなんだ。
STU 初心者です。ありがとう、来てくれて嬉しい。ためになった？うん。別に はい、まあ聞いただけっていうか、まあなんで聞いたんだろうっていう「へえ」で終わってしまうこと聞いてしまいました。あ、でも分かりましたよ。皆さんがだいたい平均27センチ28センチぐらいなんだなっていうことが、あ、はい、分かりました。はい、それ分かったということはね、本当にまあ一応皆さんの情報としてそれ知れたっていうことはプラスなことではあると思うので、皆さんの情報として、はい、なのでまあ別に良かったかなっていう。あ、さ、平均でかすぎ、あ、26?27? ぐらいかな、平均的には。26.5 かな、じゃあ平均は。ぐらいですかね。ということが、はい、わかりました。こんばんは。はい、一応メモしとけば、一応関心なさそう。あ、いえいえ、そんなことはないですよ。ね、だって一応皆さんの情報として知識を持っておくことは大切なことではあると思うから。こんばんは。足元見るのは大事だよね。いや、そうなんですよ、本当に。もうね、おしゃれは足元からって言いますから。もう足元は大事。なんか私さ、すごい思うことがあって、私シューズレンタルっていうものをあったらいいのになってすごい思うんですよ。靴のレンタルっていうのがあってて、おしゃれは足元からって言うじゃないですか。言うんだけれども、私は私はね、どちらかというと靴よりも服とか上をいつも買っちゃいがちで、靴はまあ最悪あるからいっかみたいな感じで靴を買う機会が本当になくて、結構靴買うのって結構そんな、なんだろう、服と同じような感覚ではなんか買えなくないですか、靴って。私だけかな、それ。服は気軽に買えるけど、靴ってなんかなかなか、なんか後回しっていうか、また今度でいっかみたいな感じで買う機会が私はあんまりなくて、だから靴レンタルというものがあったら買わなくていいし、いろんな靴が履けるからすごくいいんじゃないかって思ったんですよね。そう、靴はやっぱね、いろんな種類買ってね、しまう場所とかないし、いろんなやっぱさ靴を履きたいじゃないですか。そのたんびに買うのかってなったらそれはね大変になるし、そうだからね、があったらいいなーって。この間のクラコンの時
日に思ったんですよ。何々レンタルがあったら何がいいかみたいなやつがあって、ビッグビジネスの予感しません？これね、これもしビジネス成功したら私本当に大社長になる。あるのかな、シューズレンタルっていう。今わかんないですけど、立ち上げましょう。そんな簡単に。パーティー用の靴とか、ああまあね、そういうパーティー用みたいなやつではなくて、なんか本当にサイトから本当にいろんな靴があって、それで自分が頼みたいのをレンタルをしてみたいな。いいなって、これ私のこの考えもう天才的じゃないですか。ね、がっちりマンデー。ああ衛生的な、まあ、でも確かにそうですね、それ結構重要でも雇ったらちゃんと靴を洗う担当の人もしっかり消毒、靴を洗う、しっかりそういう洗う担当の方をしっかりと、そう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 、ブックオフみたいな、そうそうそう、ブックオフシューズみたいな、ブックシューズオフみたいな感じ、あ、ブックシューズオフ、シューズオフ、ブックシューズオフだったらブックもついてきちゃう。ブックはなし。ね、ビジネスですね。え、私天才じゃない？ちょっと、もしかして才能、え？冴えてる？発想の持ち主。洗う担当やります。そこで働かせてください。お！もうめちゃめちゃもう洗ってもらうよ。じゃあもう毎日千足みたいな感じで、もう靴をね、もういっぱいじゃあ洗ってもらいましょうかね。毎日靴千足もうノルマノルマ達成しないといけない。もう千足、もう何、洗わなかったらもうはい首。なんかちょっとブラック企業みたいな。ですけど、どうです皆さん、どうですか。ですけども、こんばんは。急に急に皆さんが
に皆さんがちょっと給料はちょっと分かんないちょっとそれは分かんなくて、はい、それはちょっとあのお答えできませんということで、はい、毎日あやぱんがいるならいやそれね絶対え本当に本当ですか、それで本当に千足洗える、毎日本当に洗えますか、千足洗えなかったらもう本当に首こんばんは、社長の肩もみとかさせられるんでしょうか、あーいいですね、いいと思います、ちなみにあの靴洗う専用のあのセットでね靴洗うプラス肩もみ待ってブラック企業すぎる、もうでもセット同じ人がやる、としあきさんはじめまして、こんばんは、はじめまして、ありがとう、こんばんは、肩もみやります、そこで働かせてください、おーじゃああれだよ、クソ戦速だよ、わかってる ヘッドマッサージか、ヘッドマッサージはいいかな別に、はい、特にヘッドマッサージャーというよりかは肩って感じだからな、どういうこと、平均的に1日8時間働いたとして1日1000足だと1時間125足1分間に 2.1 足 ?1 分間に 2.1 足ってことはさ30秒で1足洗うぐらいのスピードってこと、それをさずっとってことでしょ、それはさすがにちょっとダメだね、もう過労どころの問題じゃない、それは1足30秒のペースでそれを8時間、もうそれダメすぎるそれプラス靴で綺麗になってますかみたいな、これはダメですね確かにもうあのもうベテランの方でもそんなにはできない、靴は買うものですね、そうですね結論、靴は買っていこう、そんなにたくさんじゃなくていいから、この靴欲しい
って思った時に買おう。終了。終了。買おう。そんな頻繁に買えなくてもいいんだよ、靴は。靴はだって最悪最悪一足二足あったらまあね、使い回しできるし。結論出た。誠くん、殿様ドラゴンさん、すすむんさん、ありがとう。納得。うん、はじめまして。ダンブルフィッシュさん、はじめまして、ありがとう。最低でも2足以上でローテーションで履くのがいいらしいわよ。へえ。え、それはなんで？あれですか？衛生的な問題でってことですか？こいつね、スリーセブンさん、ありがとう。1日おきに履かないと菌が増える。菌が増えるんだって。そりゃ大変だ。靴菌が増えるんだって。靴菌、かわいいなって思う靴ってなんであんなに高いんだろう。あー確かに。でも靴ってさ、やっぱかわいいよね。かわいい靴って本当に。靴をさ、一回なんだろう、いろんな靴を買って靴箱にいっぱい並べて、今日はちょっとこの靴にしようみたいな、この服にあった、あ、じゃあこの靴、この靴って、なんかいろいろいっぱい靴集めてさ、そういうのやってみたい。そういう選んで、今日はこれにしましょうみたいな、そういうのいいね。すごくおしゃれな感じでやってみよう。あ、やってみて、皆さんもやってみてください。あの、こうやって靴箱開けて、今日の服にはまあどれが合うかな、あ、これだ、これにしましょうってやってみて。それでまあ一日が始まるっていう。今日髪切ったんだけど似合う？え、分からん分からん分からん。あ、このアバター、もしかして、おお似合う。まことくん、とうくん、ありがとう。いい人。朝そんな余裕ありません。そうだよね、わかる。朝にさ、こう、いや、わかる、そんなことする余裕ない。確かに。まあちょっと余裕があったら
今日はこれにしましょうって、じゃあこれにしちゃおうかしらって言ってみるのもいいかと思います。はい、ではでは、まあこの辺でそろそろ終わりたいと思います。にゃんきちさん、クイツネスリーセブンさん、ありがとう。はい、13位まきまきさん、ありがとうございます。12位渡辺さん、ありがとうございます。11位ラブリー48さん、ありがとうございます。10位クレ星人さん、ありがとうございます。9位チクワドーナツさん、ありがとうございます。8位トムさん、ありがとうございます。7位ギルスさん、ありがとうございます。6位こいつね37さん、ありがとうございます。5位トーくん、ありがとうございます。4位ウニさん、ありがとうございます。3位マツくんさん、ありがとうございます。2位まことくん、ありがとうございます。1位はやすべやさん、ありがとう。じゃんじゃがじゃがじゃがじゃん、お疲れ様でした。ではおやすみなさい、バイバイ。あ、そうだね、もうメール送った。ありがとう。バイバイ。